担げよということも分かります。ですが全員が全員そういうことを押し付けられても困るんです。いろんな価値観、いろんな考え方があるからこそそういう人たちを受け止めていく、そういう多様化、そういうニーズをこの東京都から変えていく、東京都から